え何年ぶりになりますかね、えっと、5年ぶりぐらいですよね、5年ぶりぐらいになるとある作品以来ですけれども、はい、CM は,はじコマーシャルは初めてですね、制服姿がもう、かわいいと思いました、ね、コスプレですすそうです、ね、でもあの、久々なんで、ちょっとドキドキしましたけど、やっぱりおじさんなんでねあの、嫌われたくないっていう1個目からしか、今は最初、<laughs> バッと触れないんで。 それでまあ少しずつこう、柔らかくいきながらで、でもいろんな質問していただいたりとか。かうまくいくともろさんが褒めてくれるんですよ。今すごいぴったりだったね。<laughs> いやいやいやいはま,ま <laughs>、えー、息のあった撮影ができました。<laughs> これはでも本当は、えっ、ー、と光さんに見えてない。見え,ない見えてないもの。監督からは天使って言っていただきました。 だとしたらキャスティング合ってんのかどうかっていう話はこれから今日これがこのベーキング終わってから話し合いの場があります。設定,すね、設定変わるかもしれない。設定変わるかもしれないだから。今のところ天使。今のところ天使です。はい見えない天使。街、はい、の若者に見えない天使と街の若者代表という関係ですね。すはい。うえもうすぐ思い出せるじゃないですか。私だいぶ昔ですから。いやいやでも私あの。 好きな先生に会うために、うんうん、わざと補習を受けってた,たうわその先生今見てたらすごい喜んでるじゃない <laughs>、えー、いいですねそんなに好きな先生がいらっしゃったすごい当時リスペクトしてる先生がいてずっと一緒にいたいから m g いっぱい出してもらってもよかったんです m <laughs> g 全然出さないから <laughs> い出 <laughs> でもってことは もっと補修受けてくださいよ早く帰りましょうエ <laughs> n ーいっぱい出していただいて長くいたいってねまだ僕は思ってもらえなかったようです,すやっぱですね今ちょうどねドコモさんのあの今広告をやらせていただいて思うのはまだ僕の青春学生時代僕1976年1月生まれなんですけども、はい、まだドコモさんと学生時代出会えてないんですね<ー>高校生の時は、はい、まだやっと高校三年生に ポケベルが現れたんですよ<ー>だから青春というと僕らの時の電話っていうのはもう皆さんの身近というか携帯とかではなく、うん、もう家電で,ですね家で好きな人に電話をするっていう <laughs> 内々さんのお宅ですか内々さんいらっしゃいますかというのをやったのがもう青春ですねいいですねもうそんな文章の中で何か伝えたことないラインとか <laughs> メールとかですか。直接言葉でじゃ。言葉で。あの。明日の夕方、学校終わり、何々神社に来てください。神社。はい。あ、神社で告白してい。えー、え、そこですか。重い。重いですか。<laughs> そっか。重いですかね。<laughs> なんか、待ち合わせ場所神社っていう時代でしたよ、なんか。学校だと、いろんな奴らに見られちゃうから。え、そこですか。今だったら、どこで待ち合わせします。 体育館裏体育館裏はダメです誰かに見つかります今だったら動画撮られちゃうでしょう。こうやってレシリスあげられちゃうそうですかでも青春ではそうですねはい神社の告白もう本当にそんな感じでございますよ買いすぎたのは何ですかねなんだろうなんかラップとかラップ あのラップがうまく切れなくてあはいはいはいわかりますわかりますラップ失敗して何回かやり直何回かやってでそのうち先っぽがラップのされがわかんなくなってそうなんですよシーン出してこうやってこうやってそうそうそうでテープでペッってテープでやってラップはありますけどねちょっとあのこれの仕方がもしかしたらちょっと練習中練習中ですか相性がありますからねあのね歯とねこのこれだけでできるパターンもありますし いいいろろ試したいですねねラップ、ね、僕は何ですかね使いすぎたなと思うのはううバスタオルかなバスタオルお気に入りのバスタオルを使いすぎて捨てられなくなっちゃって、あのー、体拭くのもそうですけど、はい、乾いてる時にあの寝るところに置いちゃうんですよバスタオル昔のずっと使ってる。はい、それを言うと こういうとこで言うと妹がですね恥ずかしいからやめてくださいというそれは本当に寂しがり屋の象徴であり本当にもうすんごい昔のタオルも使ってるんですよ、はい、タオルケットとかじゃなくてバスタオルなんですね。<laughs> タオルケットも昔ありましたけど、はい、バスタオルが今多いですねあそう。よくある話なんですかね、これは。いや、これも違う、とある番組で言ったら、本当に寂しが、寂しさがすぎるというか、えー、寂しがりやすぎますね。寂しがり屋さんなんですね。そうみたいですけど、ね、自分ではそんなことないと思って、うん、あの、強がって生きてるんですけど。<laughs> バスタオルは使いすぎているのかもしれないですね、えー、とあるバスタオルは。大事にしてください。はい、大事にしてください。ありがとうございます。<laughs> えっと本当は小学校から使ってたバスタオルがあバスタオルですけどそれはあったんですけど、はい、あのちゃんと立ちました,たこれ以上この彼にこの子に頼ってはいけないということで、うん、一人暮らしを統計するときにもう立ちましたねただその年にあのこれプレゼントでいただいたバスタオルがあるすごくいいバスタオルをあの年上の脚本家さんにプレゼントして,てご夫婦さんにプレゼントしていただいてそれがずっと使ってたらやっぱりあのいいタオルってさ、うん 全然なんなんていうのほつれないし、えー、どんどん柔らかくなっていくのさ、えー、それが捨てられなくてさいや私最初てっきりお風呂に入って体を拭いた濡れたバスタオルを枕元に入れいやいやいやそれはそうするともうそいつはそいつで最初濡れたものに使ってたけど <laughs> とうとうその心地よすぎて乾いた時のもう体拭く用ではなく、えー、と寝室あの布団、はい、ベッドのところにある用バスタオルなんです。なるほど畳んで高さを変えて 本読んだりテレビ見たりもするし、えー、こう寝たいときは薄めにして寝たりとか、<laughs> 何の話だ。めっいい。<laughs> すごいす。ね、本当にね、大事ねもうそんな、それはあいつら使いすぎてるなと思います。<laughs> 何かありますか。誰かとご飯に行きたいです、ね。そうですよね。はい、もうあの番組、映画、ドラマ、舞台もそうですけど、打ち上げがね、想像、はい、できない時代なので。 そそろそろやっていいという何かまあルールだったりね時代というか風潮があればやりたいですけどもねなんかルールを守ってね僕も去年やっぱ年内にやっておきたいことは打ち上げって言ってるんですけどそう簡単にはねまだできないのでやりたたいいいいでですすねきらなと思まこの3年うちにやっぱり集まって多少はあるんですけど少人数でとか舞台をやってここ今日だけはっていう時は。 ルールを守りながらやりましたけどこの3年、僕、鍋を作るのが昔好きで、はい、1>, 1回もう自分の味に飽きて作らなくなったんですけど、はい、3年経ってそろそろ久々に自分の鍋を作って、はい、何人かに振る舞いたいなっていうのがありますね室さんのお鍋は誰かが文字化してなんかいろんなサイトに載ってるんだけど私 <laughs>、真似してお家でやってましたうそえどっちしゃぶしゃぶ白味噌バターちゃんこはまだ,あまだ それ。そう、それをね、最近作ってるの。<ー>あのしゃぶしゃぶいいでしょ。美味しいです。うん、ね、ポン酢とゴマでラハーフアダフリしてるでしょう。めっちゃ美味しい。そ,それそれ。<laughs> お世話になってます。あれ嬉しいです、ね。ありがとうございます。めっちゃ気になる。これはあの学生時代に使ってた居酒屋さんのちゃんこ鍋を僕は真似てるんですけど、<ー>本当にまあいろんなもう、あの海鮮類も肉類も野菜もちろん入れて。うん だしを取って、白味噌と、あとバターが入るのが風味。だから石狩鍋みたいなイメージかな。さらにそれにいろんな具材を入れるので、ちゃんこって言ってますけど。そ,それはね、出汁がうまく取れた時は最高に美味しいですね。一緒にご飯食べたいです。私。それがいいと思う。昔やったとき、昔の若いスタッフさんが汁ばっかので、あの具材だけ残って。<laughs> 汁ばっか飲むなって言って、汁が美味しすぎて。そういう鍋ですね。へえ、美味しそう。うん はい、スマホ使いすぎてごめんねあ「あっちゃっちゃ」ちゃだったらどこも青春割だデータ無制限が3ヶ月間この価格